真理大その全てを極めた者たちがさらに頂点を目指す第12回賞金王決定戦、本日トライアル3日目を迎えたここ大阪住之江競艇場であります。皆さんこんにちは、夢大作です。こんにちは、ケイマキです。まあ、押し詰まったねこの年末に、ほとんど今年もこの夢開く頃がやってきましたですね、はい。まさにこれぞ正真正銘のビッグレースが、私たちの目の前で繰り広げられています。ねえ、まあ、ワクワクしますよね、はいはい。さあ早速本日お迎えしたゲストのお二人ご紹介してまいりましょう。はい、解説はスポーツニッポンの上田美紀夫さん、そしてゲストは今年話題になりました失楽園でもおなじみ映画監督の森田芳光さんです。はい、よろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。もうおなじみのお二人でございますがね、はい、こちらもドキドキワクワクされてると思いますが、白熱した、しかもスピードのあるレースと、ね、そんな感じ感じますね。もう手に汗る、もう握るレースばかりという、そうです、そんな感じしますね、はい。さあ監督はですね、はい、どうです、やっぱり年末の風物詩ですけれども、はい、この賞金王レース一番何を期待してますか。そうですね、やはりですね、賞金1億円、うん、今年はね、これをめぐっての男の戦いというんですか、はい、すごいですよね、この賞金ね。この短期で1億円というのはもう他のいろんな賞金を見ましても、ね、はい、例を見ないですからね、はい、はい。さあそれではここでですね、もうファンの皆さんもね締めくくりだということでね、この期待というか思い出も強いはずだと思うんで、ここでねファックスの募集をしたいと思いますね、はい、どんどんください。今日のレースに関するさまざまなメッセージをこちらの番号までお寄せください。紹介させていただいた方には今大会を記念したオリジナルテレフォンカードをプレゼントいたします。はい、ということですが、さあそれではトライアルの12レースね、メンバーをまずご紹介しておきましょう。1号艇今村豊、2号艇浜村義弘、3号艇植木道彦、4号艇市川哲也、5号艇西島義則、6号艇野永瀬正隆、以上のメンバーになっています、はい。ね、6選手でありますが、さあ人気の方は現在どうなってますかね。やはりですね、植木選手人気ですね、はい、3-1で 6.1 倍、そして1-3が 6.2 倍になっています。うん、ね、やっぱり、両者が人気を分け合ってというようなことで、ね、ありますけれども、高配当見ましょうか。高配当が、6-4ですね、192.2倍。あ、野永瀬選手から3つぐらいマンフラ券がありますよね、はい。こちらの方も楽しみといいますかね、こういうビッグな配当が来たらまた楽しいわけでありますけれどもね、はい。また電話投票の締め切り予定時刻は16時12分となっています。投票コードは12シャープです。さあ続いてでは展示タイムをご覧いただきましょう。はい、1号艇 6.47、 2号艇 6.43、 3号艇 6.50、 4号艇 6.56、 5号艇 6.50、 6号艇 6.45、 はい、チルト角度はご覧のようになっています。はい、上田さん、この今展示タイムちょっとご覧いただいておりますけれども、いかがですか。そうですね、はい、野永瀬選手は、ね、チルトマイナス0.5 で、うん、でしかも伸びがいい 6.45 と、すごいですね、すごいですね、すごい足になってる感じですね、はい。あとはそれでも、まあ、皆さんいいですね。そうですね、はい、まあ、5号手はチルト上げてますからね、はい、あれですけれどもね、いやいや、エンジンも本当に完璧に、みんなそれぞれにね足らないと言いながらも仕上げてと、はい、本当に仕上げてきた感じですね、はい。さあ続いて水面状況いきましょうか。はい、15時34分現在、天候曇り、風向きは無風、風速0メートル、波高1センチ、気温10度、水温8度となっております。今日は気温の方もね10度前後だって、やっぱり今の時間でもねそのぐらいですから、そうですね、昨日よりちょっと冷え込んでる、冷え込んでますね、でしかも昨日はある程度風追い風がちょっときつかったんで、水面状況はざわついてましたけどね、はい、今日はほとんど無風状態、本当絶好のコンディションの中で行われるというような感じですね。いいレースが続いておりますけれどもね、はい、はい。以上が12レースのデータをお届けをしたわけですが、さあそれではですね、皆様にも勝負をするフラケンを考える上で要必要だと思いますがね、選手のインタビュー、ご覧をいただきたいと思います。どうぞ。今日はどうでしょう、どんな風に戦えたら一番いいかなと思います。まあ、そうですね、9割方得点はね、はい、足りてますんで ね、 そうですね、まあ、あと取り方次第でダメなパターンが一つあるんですけど、うん、はい、それ以外はもう乗れますんで、はい、やはり一番に事故を気をつけたいですね。あ、だから、まあ、着順を取りに行かないと言ったら悪いんですが、やはり狙ってはいきますけど、そうですね、それよりもやっぱりゴールすること、
が先決ですから、ね、やはり今日よりも明日がありますから、ね、明日の戦いがありますからね。なんかちょっと接触あったりしましたですけど、うん、昨日壊れたんですけどね、はい、まあ全然他のペラでも一緒ぐらい出てますんで影響はないですね。昨日は新ペラだったんでね、定番 2,3 コースまでにはというインもあり、そうですね、はい、インはね取りたいんですけどね、まあ、ここはちょっと西島さんがいてますし ね、それより負担ならんと取れませんからね。そうですね。ランデメさんに一言お願いします。悔いのないレースをしますので応援よろしくお願いします。昨日あたりの走りを見てると完璧になったなという感じしますが、まあ、よく言えばまだ上に行きたいんですけど、まあ2日目の時点ではまずまずだと思いますけど ね、西島選手が当然打ち狙ってくると思いますが、あとは枠番通りか、ご自分は4コースの角ぐらいでもいいですか。4コースでもいいけど別にコースにはこだわらないつもりでいるんですけどね、はい、まあ、今村選手が1号艇で、はい、どうするかでやっぱり僕もありますよね、それはね、その点だけ考えようと思って、 あとは別に、明日へつなげるレースをしたいですね。4号艇でどんなレースができたらと思いますか。まあね、西島さん動くし、まあ、野永さん6号艇なんで、まあ、5コースぐらいになると思うんですけどね、まあもう自分のスタートいってね、思い切ったレースするしかないですね。ファンの皆さん一言お願いします。そうですね、まあもう優出はなくなったですけど、まだ最後まで諦めずに思い切ったレースするんで応援してください。1走目より昨日の方がいいですよね。うん、もうあの日を追ってね良くなってきてます、もうじゃあ整備をされて正解が出たってことでしょう。そうですね、あの内部の力がね出てきたんだと思いますけどね。 そうですか。あとプロペラもだんだん徐々にね、はい、合ってきてますから、まあ一着取りたいですね、はい、もうインコースからね。そうですね、あの今日ね今の特訓した感じではね、はい、あの出足良くなってるんでね、あ、今村君とも変わらないんでね、だいぶ上向いてるんじゃないかと思います。あ、そうですか、あの今日何としてもね、あの1、2着取るレースを心がけます。お待ちください。昨日あたりは本当にエンジンも良くなってるなって感じなんですけど、どうなんですか。そうですね、なんかエンジンは、初日よりも昨日の方が良かったし、ね、今日スタート練習やった感じだよね、はい、今日の方がやっぱり気温下がったせいですかね、はい、なんかもう一ついいような感じするんですけど。あ、そうですか、はい、もう今日はねもうあれなんで明日ね、まあ頑張れるエンジンも、はい、もうだいぶ仕上がったような気がするんですよ、はい、今日の足合わせの感じでは、はい、だからまあ、まあ当然今日も頑張りますけど明日はもうなんとかね1,2,3 の枠を引いてね、はい、最後だけはやっぱり取ってね帰りたいですね、はい、やっぱり、ということで、まあ、朝の時点で私がお話伺ったんですが、監督もじっとあの VTR ご覧になってましたけど、はい、何かお感じになります。そうですね、やはり僕らもそうですけど、あの、点数の読み取り方で表情が変わってますね、まあ、今村選手なんかはもうちょっと落ち着いてるっていうか、まあ、無事だったらなんとかなるという感じですね。そうですね、ウルク選手もそうですけど、なんかあの野中選手なんかはね、だんだん尻上がりによくなってるっていうような、そうな皮肉なもんですよね、そうですよね、それでやはりあの西島選手なんかやっぱり1着取りたいという、まあ、1着取りたいということで、そうでしょうね、まあ、あのそれがどう出るかですね。そうですね、上野さんもご覧になってましたけど、はい、そうですね、ある程度先週にやっぱり得点状況が、ね、出てたような感じしますね。なるほどね、はい、それだけに面白いですね、はい、だからそれが果たして成績に結びつくかどうか、結果に結びつくかどうかですね。そうですね、はい、こればっかりはね、そういうところがありますから、さあそれでは、ここでゲストのお二人がつけてくださった印を拝見いたしましょう。はい、上田さんは西島選手を、森田さんは今村選手に本命をつけています。そうですね、それから対抗が上田さんが浜村選手、そして森田さんが監督が植木選手ということでね、はい、あと三角植木、そして三角野永瀬と分かれて、上田さんはバッテンを今村選手、あの監督は3つしかつけてくださいませんでした。そうですね、もうそれ以上いらない、まあ、いらないってわけじゃないですけど、ね、6艇ですからね。なるほど、まあ、その辺が、ね、自信の予想かもしれませんですよね、はい、さあ早速お二人のそのね、理由を詳しく伺ってまいりたいと思いますが、展開コーナーまずは、上田記者の心中からご覧いただきます。はい、そうですね、はい、先ほどやっぱり本人が言ってたようにね、うん、もうやっぱりインとしかないみたいですよね。そうですね、はい、5号艇はね、はい、はい、でやっぱり浜村選手はどうするかなんでしょうけどね、やっぱり1号艇に今村選手がおるのでやっぱりね 1,2 というような感じに並ぶんじゃないですか、うん、あと植木、市川、野永瀬と枠成とね、はあはあ、角やっぱりね、まあ植木選手が角、そうでしょうね、ね、はい、ということでしょう、はい、さあ、スリットを見てみましょうね、はい、
はい、もうだからやる気がそのままスリットに現れるんじゃないかなとそうですね、はい、そ, なんかそんな感じでね、やっぱり西島がもう、ね、いいスタート、はい、フライング持ってるけれども、うん、とにかくベイチへ行くと、うん、はい、なるほど、となりますと1マークはどうなるか、はい、はい、もう西島がもう先前ですね、うん、でその横にから植木選手はおそらく前足じゃなくて外前というような感じでしょうね、うん、はい、はい、でその内懐につけるのはやっぱりね、浜村選手が素早い指し手というような感じを狙ったんですけどね。なるほどね、はい、はい、これが上田さんのね展開予想でありますけれども、続きまして森田監督の進入から参ります。ありました、僕もね上田記者と同じになってしまったんですよ。そうですね、並び的にはね、はい、やっぱり動くのは西島選手だと思うんですよね。やっぱり西島選手どうしても1コース取りたいわけですから、はい、はい、それでカードが植木選手ということで、はい、はい、それはもう進入全くお二人同じということで、はい、じゃあスリットいきましょう、はいはい、やはり西島選手の気持ちが、ね、うん、先走って、はい、そして植木選手はまあスタート感いいですからね、うん、まあ、行くでしょう、うん、はい、なるほどね、はい、さあ二人がちょっと覗き気味で1マーク、ですね、西島選手はやっぱりね、かなりね、うん、内に対して甘く動くんじゃないかと思うんですよ、まあ、全速でね。ということは外から来るとちょっと張り気味に懐を開けるということでしょう、まあ、それはしょうがないですね、それは開いたらもうそれはしょうがないと思っていくと思うんですよ、はい、はい、刺されたらしょうがないという感じでね、うん、まあ、そういうわけで、まあ、今村選手としてはまあ有利っていうかね、うん、まあ、もちろんお腹いっぱいなんでしょうけど、はい、空いてくれたら行っちゃうというところで、あ、まあ、あの実力派の今村植木が、来るんじゃないかと。なるほどね、そしてまあ一番気が楽な野永瀬選手が、うん、外から差し場があると2着はあるかなという感じなんですよね、僕の予想は。さっきのやっぱりコメントなんか聞いてますとね、はい、なんか自信持ってるからスルスルっと内をね、そういうケースもありそうな感じもいたしますけれどもね、まあ、西島選手に誰が襲いかかって、それを誰が西島選手が張ったところをね指すのが今村か、それとも浜村かというような、ところかもしれませんですがね、はい、さあそれではお二方のフォーカス参ります。まずは上田記者のフォーカス、こちらです。そうですね、はい、僕はもう西島、はい、5225、はい、あと5351と、もう西島心中です、はい、もう、もう西島心中とおっしゃいましたけどもね、5から4点でまとめていただきました。はい、はい、この気持ちは西島選手に伝わったかもしれませんね、はい、さあ続きまして森田監督のフォーカス参ります。はい、僕もね、はい、点数とか得点の読みをねしちゃうとね、うん、西島狙いとこな狙いたいとこなんですけどね、うん、ここはやっぱり今村植木に出てもらいたいという、あ、出てもらいたいと、まあ、出るんですけど、はい、まあ、あんまりこうその安心しないでね、うん、ちゃんと一生懸命走ってほしいと、あ、そうかそうか、そういう気持ちで、1331折り返して、そしてそれでやっぱり2着の穴には野永瀬選手が一番僕は面白いと思うんですよね、うん、はい、はい、それから16、まあ、ですから2人6号艇が、ね、2着ひもということで16サブ6と 4点でシンプルに、ね、まとめていただきました、はい、さあこういうお二方ですが、けいちゃん、はい、お二方のフォーカスでオッズの方ちょっと見てみましょう、はい、気になりますからね、はい、まず上田さんの52、こちらが 15.9倍、うん、そして25が 27.8倍です、はい、あと森田さん13、こちらが6.0、 そして31が 6.0 ですね。はい、人気あります。今のところ一番人気を分け合ってるって感じかな、はい、うん、そういう感じでありますがね、でも16あたりだったらね、格好つくしね、そうですね、34.3倍、サブ623.2倍ね、ということでありますけれども、はい、さあどうなりますか、さあ続いてはですね、皆様にいただきましたファックスをね早速ご紹介しましょう。来てますよ、はい、来てるね、はい、はい、行きましょう。まずは、上田記者が推す西島選手ね、そろそろ西島のインディゲに期待して5152、岡山の藤原さん、はい、ね、ということであります。はい、不安の方の思い出もいっぱいあるみたい。さあ続きまして、今村選手に来ておりますね。目指せ1億円、今日も明日も一着一着、目指すは優勝1億円、これは福山市かな、あ、神戸市かな、ちょっと見切れておりますが、岡村さん、女性の方とか、今村選手の周りにお花がありますよ。あ、そうですか、お花畑ね、はい、はい、ということでありますがね、さあどうなりますか、不安の思いを乗せた12レースもね、まもなくピットアウトということですから、ドキドキしてまいりました。はい、
明日の決定戦に進むのは誰か、まさに真剣勝負の時を迎えて、ピットには選手たちが姿が間もなく見えるのではないかと思いますが、カメラはずっとピットに寄っていっておりますがね、はい、さあそれではもう一度ここでね、メンバーご紹介しておきましょうね。はい、1号艇今村豊、2号艇浜村義弘、3号艇植木道彦、4号艇市川哲也、5号艇西島義則、6号艇野永瀬正隆、以上のメンバーです。はい、という6選手でありますが、はい、まあ、今年1年を本当に活躍した選手がね、2つのレースに分かれて1日2個レースといいますか ね、トライを戦ってきて、はい、もうそのいわゆる予選という意味ではね、はい、最後のレースになるわけでありますけれども、はい、まあ、さっきも1億円という金額が、はい、まあ、人はねやっぱりお金も大事だ、うん、名誉も大事だって言いますけど、はい、本当はどっちが大事なんでしょうかね。やっぱりねお金があってやっぱり名誉あるですね。そうですね。さあそんな思いで選手の姿が、はい、ピットに現れましたですけれども、はい、うん、まあもうこうなったら自分の持ち点って言いますかね、はい、そういう部分との戦いですから、はい、上積みどれだけできるかっていうことでしょうか ね、 そ、 うで、ね、でそれはまたどれだけ気合に込められるかということですよ ね、 すね、はい、まあ、このレースで言えば市川の永瀬選手が残念ながらね、うん、得点的には足らないんですけれども、ね、やっぱり目いっぱいやるよっていう声ありましたから。そうですね、はい、さあスタンドにもファンの皆さんいっぱいですけれども、たくさんいますね。締め切り後のオッズが出ておりますのでちょっと見てみましょう、はい、これはまあ変わらないかな、そうですね、やはり今村植木が人気で、うん、13が 6.0、うん、31も 6.0 ですね、うん、で野永瀬選手から満州券が3つあると、はい、64だと 211.5 倍です。そうですか、ダービーでそういう配当がありましたですけど ね、はい、でもSG でそういうのってのは本当にね、はい、配当的にも珍しかったんでね、うん、そうですね、でもひょっとして分かりませんですね、はい、こればっかりは走り終えてみないと、はいはい、さあ今選手の姿捉えました。一斉にこれからね、トライアルの12レースがヒットアウトということになりますが、もう選手もここまで来たら自分のレースをするだけでしょう。でしょう ね、 ね、無我の心境でしょうね。そうですね、はいはい、あれこれ考えたらやっぱり作戦にも迷いが出ると、はい、こういうことでありましょうか。3号艇の植木選手が今映りました。さあいよいよ12レースヒットアウトです。1月1日から今日ここまで、明日の決定戦に乗るために血と汗で命を攻めてやってきました。だからこそ全てをさらけ出して戦います。トライアル最終戦であります。一世一代の印象部、それが悔いのないレースであります西島義則、その強行突破に対して自慢の前足で懐を捉えるべく、定海一のエンジニアは浜村義弘、深い侵入は避けたい、だからこそいつも以上に冷静に構えます今村豊。決定戦に勝つためにこのレース一着を譲るわけにはいきません、固い決意の植木道彦、そして市川野永瀬もひるまず自慢のダッシュで応戦します。第12レーストライアル競争であります。やはりインコース回り込んで取ってきました。5号艇は西島義則、定海最高峰のインサイダー5号艇の西島、さあこれを睨んで1号艇の今村は端マーク横2コース、センター3コースを選んだのは2号艇の浜村義弘、4コースを後方に引っ張るか、3号艇は植木道彦、アウト5コースに回っては4号艇市川ですや、再アウト6コースに6号艇の野永瀬が入ります。角一路4コースを取ったのは3号艇の植木、2コース3コースは中段、1号艇2号艇が並んで回り込んで深い進入、5号艇西島、しかし得意の陰線砲です。第12レース最後のトライアル競争、インコースから5番1番2番3番4番6番の体型です。2秒前、1秒前スタートしました。インコースから5号艇センター、4コースから3号艇5号艇3号艇西島植木が好スタート、1センチマークをまくった3号艇植木、インコースから5号艇西島抵抗できない、3号艇まくったが少々流れた、後ろとレーター4号艇1号艇2号艇6号艇殺到するが、センチ争いは3号艇4号艇1号艇3号艇進む、内に回った1号艇今村、アウトコース3号艇植木、さらに後方4号艇6号艇2号艇5号艇が続き、一瞬にマークの3回に進みます。スタートは正常でした。トップ旋回は1号艇今村か、そして抱き込んで回っていく3号艇ちょっと詰まって切り込んだ、重さが強いった、一気に並んで逆転成功、3号艇植木、2番手に交代は1号艇今村、上位体系は3番1番3位体系、ここで2艇が交代しておりますが、先頭3号艇植木、2番手が1号艇今村、上位体系は3番1番の体系、後方2艇4号艇6号艇が続きます。1周2マークはアクシデントが起こりました。波乱が起きていますが、2号艇5号艇が交代しています。さあ2周1マークを取って、前回は3号艇の植木道彦、これで決定戦出場は頑張って転覆
失格。2号艇の浜村転覆失格。2号艇の浜村転覆失格。一周にマークでありました。さあ先頭は3号艇の梅木、2番手は1号艇どうやら今村豊も安全圏、上位体系は3番1番3位体系で2周にマークの旋回からホームスレッジに入っています。先頭は土俵体制3号艇の梅木、これでポイントは26点であります。2番手を走ります1号艇今村、ポイントは26点。3番手で6号艇の永瀬、4番手で4号艇石川が続きまして、最後方5番手には5号艇の西島義則であります。3周第1ターンマークの旋回から向こう上面直線コースに入りまして、先頭は3号艇の植木道彦、2番手には1号艇今村豊、共にポイントは26点狙います。そして3番手で6号艇の永瀬、4番手水槽は4号艇石川、最後方5番手には5号艇の西島が続きます。最終ターンマークの旋回からホームスレッジに入りまして、上位体系は3番1番3位体制、オーツの方は 6.0 倍と人気サイド、最終ターンマークを旋回しホームスレッジに入って、上位体系は3番1番植木今村ゴールまであと 30m、 先頭3番植木ゴール、2番手1番今村ゴール、6番野永瀬ゴール、4番市川ゴール、渾身の陰線も1マーク流れて、現在最高峰5番手は5番の西島、今5番西島がゴールインです。いやいかがでございましたですかね。放送席はですね、森田監督がですね、もうあの印3つしかつけないのに3つとも当たってね、ということで見事に、まあ、1331予想されてね、ですからもう見事にゲットということになりますけれどもね、はい、植木選手が1着で、そして、まあ、2着が、ね、今村豊選手ということで、まあ、今結果出ましたね、はいはい、3番1番で600円ですね。一番人気ですよね結局ね、はい、3番1番ということで、いやどうでございました監督、まずいかがですか。そうですね、はい、やっぱり得点の裏読みっていうのはなくて、素直にやった方がいいみたいです、ね、当てといてなんか反省してます、ね、そうですねいろいろ考えさせられますよ。まあやっぱりあの予想通り西島選手がね、うん、嬉しいですよ、あのちゃんとね思い切ってやってもらったってことが、もう植木選手なんかね、一番の展開読んだ通りだったんですけれども、はい、今あの植木選手上がってきましたけれどもね、はい、うん、まあ、やっぱりあの植木選手はね、いつもお客様に還元、頑張ってそれが還元できたらいいってことをおっしゃってますけどもね、その通りの見事なレースでしたね。そうですね、やっぱり、常に人気を背負ってね、うん、ね、まあ、プレッシャーもあるでしょうけどね、はい、それをやっぱり克服していくんですから ね、やっぱり平成のニューヒーローですか。そうですね、はい、こんなにファンにとって手応えのある確かな男はいないですね、そうですね、そういう意味ではね、はいはい、ということで今植木選手の姿をカメラ捉えておりますけれども、もう一度じゃあ今のレースをね、上田さんに解説していただいて、リプレイで皆さんと一緒にご覧いただこうと思います。それではお願いいたします、はい、ちょっとあれですね、はい、西島選手がちょっと深い進入になったですね。そうですね、はい、早めに行った分だけね。そうですね、でしかも、いい角にしたのは今度逆に、ね、植木選手、ね、はい、これはもうお二方とも進入は5、1、2、3、4、6でピタッと当たりましたね、はいはい、ところが結果違いました、はい、面白いですね上田さんさあスタートでした、はいはい、で西島選手も本当いいスタートいったんですよね、これで、はい、ね、はあ、だからこれならば持つような感じ と思ったんですけども、ちょっとやっぱり深い分ね、はあ、ダッシュに乗り切れなかった、ちょっとしたアジャストしたかもしれません ね、はい、その分角取った植木選手が伸びていきました、うん、ね、もうここではもうスル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 と、ね、これは得意のパターンです ですね、はい、本当もうここでもうあのちょっと差しに構えてるのは今度あれですよね、4号艇の、ね、市川選手ですね、はい、そうですね、ところがちょっとやっぱり引き波が伸びていきませんね、でそこをうまいことついてきたのがこの1番の今村選手、本当に V がふっとついてきたんですね、はい、さあ見てみましょう、これですね、はい、ちょうど市川選手は接触してますか。そうですね、植木選手下のあの引き波に入ってしかも接触してますね、はい、その分だけね、はい、でいい位置に乗ったですね、6番もね、そうです、はい、本当にすごいサラサラっときますね、しましたね、調べてきましたね、はい、でここでもう内有利という形でやるんですけどもね、うん、植木選手の棒最初からもハンドルが入ってますもんね、はい、それをもう間髪入れずに差してきましたですね、この速いこと、はい、見てください、ね、並ぶところなしですね、そうですね、うん、なんでこんなにいいハンドルができるのかなと思うぐらい、そうですね、はい、まあ、今節はその一
一番彼がいつも気にしてるサイドのかかりということを言うんですが、はい、かかりも、ね、昨日あたりは満点のレースだと言ってましたからね、はい、だからやっぱりあの気温が冷え込んできて、はい、エース機29号機の底力がフルに出てきた、またそれを生かすペラを持ってると。なるほどね。まあ、あのボートはちょっとね変わったんですけど、そんなことお構いなしと、ね、そんなレースですね、はい、で今村選手もこれいい足なんですよ本当に。そうですね、それをねずっとまた引きちぎっていくんですか、までねちょっと離れていくんですか、やっぱり本当にいい足してるんですね、はい、で後方ではちょっとねあの西島選手が勝負かかって西島選手がもうねちょっともつれまして、はい、ね浜村選手、この浜村選手も勝負ね2着ならば乗れたらいいんですけど、それもね転覆というそうでしたね、まあ、ちょっと転覆点ありましたですけども、はいはい、さあ改めて、はいはい、結果の方3番1番で600円でした。はい、ということでありまして、トライアル全て終わってということでね、さあそれではですね、ここで本日全レースの結果を今ご覧をいただいております。はい、はい、6レースが2号艇フライング変換でした。そうでしたね、はい、はい、ご注意いただきたいと思います。じゃあ12レースまでですね、はい、後半も今の12レースもということでね、はい、10レース、まあ硬いのが2つありましたですけどもね、はい、レース結果は主催者発表のものとこちら照合してください。はい、ということでございました。さて皆さんにはねここであのプレゼントのお知らせをお届けしておきましょう。2つというか性格がよく分かって、はい、うん、結構推理するとき楽しいですよね。そうですよね、いろんな形でね、こう対談があったりなんかしますからね、私生活も覗けたりして。そうですね、はい、どしどし皆さんねご応募ください。そしたらね当たりますからね、お待ちしております。優勝賞金1億円をかけてのグランプリレース、夢と名誉をかけた男たちの熱いドラマが繰り広げられています。ここ大阪住之江競艇場であります。賞金王決定戦も本日が勝負がけ、トライアル3日目を迎えました。頂点を極めるのは誰か、文字通り今年のチャンピオンが決まります。そうですね、さあそれではですね、ここでそのトライアルの前にですね行われた賞金王シリーズ、こちらもですねベテラン勢の前半活躍がありましてね、今日準優勝戦3つが行われたわけですけどもね、これも見応えのあるレースでしたよね。そうですね、しかも着せずしてベテラン勢が3人、ね、うん、1号で引きました。それに対して若手が挑みかかると、はい、ね、そんな攻防がね実に楽しみだと思いますけどね。そうですね、はい、さあそれではその準優勝戦ねシリーズの方ですよ、3つご覧をいただくわけでございますね、はい、8レースから10レースまでを続けてご覧ください。はい、体型は3対3と置かれました。6艇の最終体型は1コースから1番2番5番3番4番6番の進入です。2秒前1秒前スタートしました。4コースは高田中3号艇トップスタート池上裕二周知幕を一気に絞ってまくっていった先生があっさりと3号艇の池上内を通った1号艇外を行った4号艇内切り回った2号艇6号艇5号艇が速投するが先陣争いは3号艇4号艇内切り回った2号艇9号艇接戦であります。インコースが2号艇川崎アウトコースは4号艇長と真ん中迫った3号艇の池上裕二さらに後方立って1号艇5号艇6号艇が続き一瞬幕の旋回に進みます。スタートは正常でした。トップ旋回は2号艇の川崎内が開いた1号艇3号艇切り込んでいく4号艇が少々煽られまして連続先頭は2号艇の川崎2番手には3号艇の池上裕二上体系は2番3番2戦体制3番手の4号艇さらに後方は1号艇6号艇5号艇が続き前提周回数は2周目の後方に入っています。さあ3番手から4号艇が突進するカーセルカー3号艇の池上さあこれ2号艇の川崎が膨らんで内を捉えた3号艇少し若干一定心先行するのは2号艇の川崎2番手は変わらず3号艇の池上裕二上流体系は2番3番2戦体制3番手惜しくも4号艇は中野とそして4番手以降定冠が大きく湧いて1号艇の上で5号艇小林最高峰6号艇の山本浩二が続きます。2周2マークの旋回からホームスレッジで見まして見事3艇混戦を制しました。2号艇の川崎1周2マークで決着をつけましてなんと独走体制4艇進5艇進と大きく差をつけています。2番手には3号艇の池上裕二が続きまして体制の方は2番3番2戦体制今最終第3マークの旋回から向こう上面直線コースに入りました。先頭は2号艇人間誘導。はい、8レース2番3番で1410円でした。はい、
係は2対1対3と分かれまして、インコースから1番2番4番3番5番6番の体系です。3秒前2秒前1秒前スタートしました。センター4コースで高田市場3号艇ローマタムで1周1番を一気に縛ってまくっていく。インコースから1号艇まさか抵抗できるか。3号艇ローマタがまくっていって曲がりきったか。3号艇ローマタ少々膨らんだ。内を差し込んで6号艇のハムネは高旋回、向こうの面バック側に入って先行争いは1周1番を差していきました。6号艇のハムネが単独先頭まくってレースを作った。3号艇ローマタは現在2番手の位置。4体系は6番3番6戦体系1周2番この旋回に進みます。スタートは正常でした。インガーリから1号艇まさか突進する。カーセルカー3号艇ローマタホームスラッチに入って4体系は6番3番6戦体系と先頭4艇進5艇進と大きく水を開けまして、6号艇独走のハマレア、2番手は3号艇のロバタミネリ、3番手押し込む交代か1号艇のバッター、さらに後方は4号艇の星野、5号艇の吉田、そして2号艇の池上を続きまして2周の1マーク、3番手から1号艇カーセルカー3号艇のロバタ体勢はしかし6番3番6戦体勢変えません。先頭独走体勢は6号艇のハマレア健吾、2番手には3号艇のロバタミネリ、上位体系は6番3番6戦体勢。今2周目バックが中間点を通過し2周2マークの旋回に入るところ、角の4コースから3号艇のロバタがまくっていきました。そのまくりにアウト6コースから乗っていきました。1周1マークをシャープにさばき切った6号艇のハマレア、1周1マークであっさりと決着をつけています。2番手には3号艇区間ならしでエースを作ったオバタミネリ、6上位体系は6番3番6戦体系で、3番手に1号艇のマスター、4番手が4号艇の星野、5番手は5号艇吉田、最後方に2号艇の池上が続きます。3周1マークの旋回から向こう上面直線コースでありまして、先頭は土走体制6号艇メトロポリタン。9レース6番3番で3770円でした。レース進入体系はインコースから1番3番6番5番アウト2番4番の体系です。3秒前2秒前1秒前スタートしました。センター3コースから6号艇、5コースから2号艇コースターの時に1周1マーク、5コースから2号艇の片山が一気にまくっていく。6号艇1号艇がつなめている。2号艇が曲がり切ったが内側から1号艇の中道が抵抗する。内側ばっかり開いた4号艇の車を刺していったがバックレッジに入って戦地争いは一気に押し切ったが1号艇の中道がなんと先頭2番手を刺した。4号艇車を3番手に交代、2号艇の片山さらに後方3号艇6号艇5号艇が続き1周2マークの旋回に進みます。スタートは正常でした。トップ旋回は1号艇中道、2番手争いはシャープの旋回から4号艇の車を内を切り込んだ。3号艇6号艇交戦会でホームスレッジに入っていますが5号艇の買い物交代しました。2番手は現在4号艇クルメを先頭は1号艇中道、4体系は1番4番14体系3番手の3号艇の秋、さらに後方は6号艇2号艇5号艇が続き2周目の攻防、3号艇の秋が張っていく軽くかわした4号艇クルメを先頭は変わらず1号艇中道、上位体系は1番4番14体制であります。1周1マークの勝負どころ、なんとかインコースから持ちこたえました1号艇中道、2番手には4号艇クルメを体制は1番4番14体系で、今2周2マークの旋回からホームスラッチに入るところ、先頭は維持を仕事人になります史上最強のホモサピエンス1号艇中道、2番手には4号艇川崎大畑に続けとイーグル軍団の総帥が燃えています。クルメを吉光3番手押しも3号艇の秋、4番手の6号艇今秋、5番手後方は区間のレースで1周1マークを彩った2号艇の片山が続きます。最後方に5号艇貝本、今3周1マークの旋回から向こう上面直線コースにありまして堂々の2周10レース1番4番で750円でした。はい、以上がシリーズの方の準優勝戦3つのレースでありましたが、さあ監督どうでした、その今の順位戦ちょっと振り返ると。そうですね、はい、やはりあの中道とか黒宮の一人着、はい、これはやはりベテランの一人着、うん、それから浜野屋若手の一人着、はい、小畑、はい、小畑ですね、はい、その若手とベテランとの対決が楽しみですよね。そうですよね、それにまあ8レースの川崎池上、こちらもまあ若手ですからね、その辺のところがね楽しみだということで、シリーズ優勝戦のメンバー後ほどまたご紹介を したいと思います。さあそれでは続きましてもう一つ気になるのはもちろん決定戦のトライアルの方ですが、11、12レースの模様を お送りしたいと思いますが、はい、まずはね、トライアル11レースのメンバーご紹介しましょう。はい、1号艇太田和美、2号艇宇野健太、3号艇服部幸男、4号艇松井茂、5号艇山崎智也、6号艇熊谷直樹、このメンバーで行われました。上田さん、このレース、はい、この、まあ、レースの始まる前ですね、はい、どんなふうにこう注目してましたか。そうですね、もう崖っぷちに立った松井茂の、はい、これが行ってくれるんじゃないかなと、うん、である程度太田選手とかね、はい、服部選手ね、うん、まあ余裕があるんで、まあ、そう簡単には収まらないんじゃないかなという気はしてましたけどね。なるほど、ね、はい、果たしてレースはどうだったんでありましょうかね。それではトライアル11レース VTR をどうぞ。
歴史に残る名勝負好レースが続きます。第12回賞金王決定戦、いよいよ舞台はトライアル3回戦最終決戦となります。1号艇はとにかく気合が入りきっています。いつもとは何かが違います、太田和美。2号艇は巨神短海、全てを忘れて一点集中の宇野健太。3号艇はいつになく冷静です。クールに勝負を見つめています服部幸男。4号艇はその表情、鬼以上に険しく厳しくなっています松井茂。5号艇は地球規模のチャレンジ精神でじっくりと攻めに徹します山崎智也。そして6号艇は北の国からこんにちは、1マークは力強く、まさに鮭の川上りであります熊谷直樹。以上6選手の対戦です。1号艇太田、絶好枠からインを取りました。そして2号艇宇野健太、意地を見せます。枠成り2コース進入です。回り込んだのは6号艇の熊谷直樹。センター3コースに位置取って4コース角を狙っては3号艇の服部幸男。4号艇増井は1着勝負、5コース進入。6コースを引っ張って5号艇は山崎智也。第11レーストライアル競争です。進入体系は3対3と綺麗に2つに分かれました。絶好の角4コースを取ったのは3号艇服部、インコースは1号艇太田和美。第11レーストライアル戦、インコースから1番、2番、6番、3番、4番、5番の体系です。3秒前、2秒前、1秒前、スタートしました。内の3艇は1号艇、2号艇、6号艇、5コースから4号艇、4艇コースタート、1周1マーク、陰線速攻の1号艇の太田。そして4号艇、松井が大きくまくっていく、流れた内を切り込んだ2号艇、6号艇、旋回するが1周1マークを差し込んだ2号艇、ウルケッタが単独先頭。2番手には1号艇の太田和美、上位体系2番、1番、2位体系、後方は6号艇、5号艇、4号艇、3号艇が続き、1周2マークの旋回に進みます。スタートは正常でした。1周1マークをまんまとさせていった2号艇、ウルケッタ。1周2マークをトップ旋回、2番手はズボッと切り込んで1号艇、太田が後旋回とホームスレッジに入っているが、さあこれ2号艇、1号艇が並んだ並んだ、インコース逆転反対し絶好するが、1周2マーク鮮やかなシャープな旋回、1号艇の太田、2番手2号艇が2号艇、ウルケッタ。上位体系は1番、2番か、2番、1番か、1、2か、2位しか、今2周1マークの旋回に入るところ、トップ旋回は1号艇の太田、内をズボッと切り込んでいった2号艇、ウルケッタが少々後退し、体勢の方は1番、2番、1、2体系と3対1先行するが、見事な逆転劇、1号艇の太田和美。2番手には2号艇ロケッタ、3番手以降定格が大きく開いて、6号艇、5号艇、3号艇、4号艇が続け、1周2マークを独占会は1号艇の太田和美。これでトライアル得点は28点と堂々の決定戦出場となります。2番手には2号艇ロケッタ、昨日の鬱憤を見事に晴らしまして、体勢の方は1番、2番、1、2体勢、オーツは 31.4 倍で今正面を通過。最終周回残りはあと1周、3番と8号、6号艇熊谷直樹が昨日までは14ポイント、そしてここ3番手の人7点プラス21点となります。そして4番手以降は3号艇、4号艇、5号艇が続きますが、4番手を走る3号艇の服部は4着ですと6点プラス、そして都合21点であります。さあ大激戦のポイント争いは5番手、4号艇松井、最高峰5号艇山崎が続きますが、体勢の方は完全に1番、2番、1、2体勢、大津は 31.4 倍後輩と、後方4艇、6号艇、3号艇、4号艇、5号艇が続きまして、ポイント争いは第7戦であります。ゴールまであと 30m、 先頭1番太田ゴリ、2番手2番宇野ゴリ、6番熊谷ゴリ、3番服部ゴリ、4番松井ゴリ、最高峰5番山崎がゴリです。というわけでトライアル11レースはですね、1着が太田選手、2着が宇野選手という結果になりましたですね。はい、払い戻しの方が1番2番で3140円、はい、後輩となりましたですがね。さあ興奮はさらに続きますが、続いて12レーストライアルのメンバーです。1号艇今村豊、2号艇浜村義弘、3号艇植木道彦、4号艇市川哲也、5号艇西島義則、6号艇野永瀬正隆。さあ、はい、こちらも VTR でどうぞ。1月1日から今日ここまで、明日の決定戦に乗るために血と汗で命を攻めてやってきました。だからこそ全てをさらけ出して戦います。トライアル最終戦であります。一世一代の印象部、それが悔いのないレースであります西島義則。その強行突破に対して自慢の前足で懐を捉えるべく、定海一のエンジニアは浜村義弘。深い進入は避けたい、だからこそいつも以上に冷静に構えます今村豊。決定戦に勝つためにこのレース一着を譲るわけにはいきません。固い決意の植木道彦、そして市川野永瀬もひるまず自慢のダッシュで応戦します。第12レーストライアル競争であります。やはりインコース回り込んで取ってきました5号艇は西島義則。
定界最高峰のインサイダー5号艇の西島。さあこれを睨んで1号艇の今村は端マーク横2コース、センター3コースを選んだのは2号艇の浜村義弘、4コースを後方に引っ張るか3号艇は植木道彦、アウト5コースに回っては4号艇市川ですや、再アウト6コースに6号艇の野永瀬が入ります。角一路4コースを取ったのは3号艇の植木、2コース3コースは中段1号艇2号艇が並んで回り込んで深い進入5号艇西島、しかし得意の陰線砲です。第12レース最後のトライアル競争、インコースから5番1番2番3番4番6番の体型です。2秒前スタートしました。インコースから5号艇センター4コースから3号艇5号艇3号艇西島植木が好スタート、1センチマークをまくった3号艇植木、インコースから5号艇西島抵抗できない、3号艇まくったが少々流れた、後ろを取れた4号艇1号艇2号艇6号艇殺到するが、センチ争いは3号艇4号艇1号艇3号艇3号艇内に回った1号艇今村、アウトコース3号艇植木、さらに後方4号艇6号艇2号艇5号艇が続き、一瞬マークの旋回に進みます。スタートは正常でした。トップ旋回は1号艇今村か、そして抱き込んで回っていくか、3号艇ちょっとズバッと切り込んだ、重さが強いった、一気に並んで逆転成功、3号艇植木、2番手に交代は1号艇今村、上位体型は3番1番3位体型、ここで2艇が交代しておりますが、先頭3号艇植木、2番手が1号艇今村、上位体型は3番1番の体型、後方2艇4号艇6号艇が続きます。1周2マークはアクシデントが起こりました、波乱が起きていますが、2号艇5号艇が交代しています。さあ2周1マークをトップ旋回は3号艇の植木道彦、これで決定戦出場は転覆失格、2号艇の浜村転覆失格、2号艇の浜村転覆失格、1周2マークでありました。さあ先頭は3号艇の植木、2番手は1号艇どうやら今村豊は安全圏、上位体型は3番1番3位体型で2周2マークの旋回からホームスレッジに入っています。先頭は土俵体制3号艇の植木、これでポイントは26点であります。2番手を走ります1号艇今村、ポイントは26点、3番手で6号艇の永瀬、4番手で4号艇石川が続きまして、最高峰5番手には5号艇の西島義則であります。3周第1ターンマークの旋回から向こう上面直線コースに入りまして、先頭は3号艇の植木道彦、2番手には1号艇今村豊、共にポイントは26点狙います。そして3番手で6号艇の永瀬、4番手水槽は4号艇石川、最高峰5番手には5号艇の西島が続きます。最終ターンマークの旋回からホームスレッジに入りまして、上位体型は3番1番3位体制、オーツの方は 6.0 倍と人気サイド、最終ターンマークを旋回しホームスレッジに入って、上位体型は3番1番植木今村、ゴールまであと 30m、先頭3番植木ゴール、2番手1番今村ゴール、6番野永瀬ゴール、4番市川ゴール、渾身の陰線も1マーク流れて、現在最高峰5番手は5番の西島、今5番西島がゴールです。いかがでございましたでしょうかね。トライアルの12レース、1着が植木、2着が今村、両選手が入りましたね。払い戻しの方3番1番で600円でした。はい、ということでありました。こちらの決定戦のね、輸出のメンバーの方の後ほどまたお知らせをしたいと思いますが、さあ改めてね、本日の全レースの結果をご案内しております。こちら前半です。今6レース前出ていますが、6レース、はい、2号艇フライング変換、そうでしたね、はい、お気をつけください。はい、そしてその後後半7レースから12レースです。ね、後輩等も出ておりますわな、はい、うん、こちらレース結果は主催者発表のものと照合してください。はい、さあいよいよ明日こそですね、今年の競艇会の総決算の時というかね、いう感じでありますが、まあ、本当にあの歴史の1ページがまた開かれるというね、目の前でありますがね、まあ、あのシリーズの方と決定戦のダブル SG ですからね、そうですね、いや明日一日楽しみですよね、見応えあると思いますけれども、もうそこを戦い続けて勝ち抜いてきた、それぞれ6人の選手たちというわけでありますけれどもね、ここで注目の枠順の方を早速ご紹介してまいりたいと思いますが、まずはその賞金王シリーズの優勝戦のメンバーね、ご紹介してまいります。ご覧のメンバーになりました。1号艇中道義弘、2号艇川崎智之、3号艇浜野谷健吾、4号艇小畑美奈里、5号艇黒明義光、6号艇池上裕二、以上のメンバーです。そうですね、さあ、ゲストのお二人がこちらのね、どの選手に注目しているのか、それも見てみたいなと思います。はい、こちらですね、お二人とも中道選手を本命につけています、うん、ああなるほどね、それからまあ印の位置は同じですけれども、重さ軽さがちょっとありますね。ではこれどうでしょう、さっきあの監督もおっしゃっておりましたけれども、ベテランのまあ同期の中道黒明2人がいて、あと若い選手がね4人、
そのうち岡山勢が、まあ、黒宮さん入れますとね3人ですか。そうですね、でしかもあの川崎、小畑、黒宮というのは同じイーグル界という、うん、その軍団の3人なんですよね、はい。なんかあの SG の優勝戦でこれ見ますとあの三国 の, あの MB 記念の中道黒宮の対決で、はい、宇野選手がいて、はい、あの浜村選手がいたと、はい、その逆パターンみたいな感じもしますよ ね、はい、この印になっておりますけれどもね、いかがでございましょうかね、はい。さあそれではですね、お待たせをいたしました。賞金1億円ですね。明日コミッテを誰が持つのかというね、あれがありますけれども、第12回の賞金王決定戦の6名の顔ぶれ、こちらでございます。はい、第12回賞金王決定戦1号艇西島義則、2号艇太田和美、3号艇植木道彦、4号艇熊谷直樹、5号艇服部幸男、6号艇今村豊、このメンバーですね。はい、さあこういったメンバーになりましたですけれどもね、さあまずあのお話伺う前にお二人の印をちょっと拝見しましょうかね。はい、はい、お願いします。上田さんは植木選手本命ですね、うん、はい。そして森田さんは今村選手に本命がついています。うん、分かれましたですね、はい、はい。さあ理由、じゃあ、ね、上田さんからいきましょうかね。そうですね、うん、もう枠抽選の時に、ね、うん、29号機を引いて、うん、しかも51番というエース手を引いて、はい、ね、しかもそれがラッキーにもね、うん、自分が引いた枠じゃなくて最後に残った枠だったんですよね。やっぱりそれが結局エンジンが吹いてきて、うん、でここに来てまた上げ潮だという形になれば、やっぱり植木を信頼という形になるでしょうね。なるほどね、はい、はい、ということで植木選手中心のレースになるだろうと。さあ監督はいかがでしょう。そうですね、僕はやはりね、うん、今年今村よく頑張ったと思うんですよね、うんうんうん、ただここで今村にですね、うん、やはり1億円をプレゼントしてあげようかという感じですね。なるほどね、はい、それにしましてもあの対抗に西島選手を挙げておりますよね、うん、やはり西島選手はやっぱりね、突きがあると思うんですよ。そうですね、いや、あの着でね、いや乗れるのかなって心配しましたが、しかも文句ないですからね、1コースは、ね、これあの1コースっては抽選だそうですね、だからこの辺にあの隅の枝の突きというのが、そうですよね、西島選手にもあるのかなって感じがしてね、西島ファンはまた意を強くしたんじゃないかなっていう、そういう見方もあるしねお二方の印もそうですが、はい、さあそれでは上田さん、スポーツニッポン、はい、ね、明日の見出しはどんな風に。そうですね、やっぱり勝て植木という感じでちょっといきたいと思います、はい、しかも夢をつなげてほしいと思います。はいはいはい、で夢ランブ、うん、植木 V3 だとこうしました。なるほど、はい、3連覇達成と、はい、こういうことですよね。これは森田監督はいかがですか、この見出しで。そうですね、これ V3 ってすごいですよ、もしやったら、ね、すごいですね、まあソニーさんのね、明日の見出しこれですからね、そうですね、どこか今村 V とかっていうのはあるかもしれない、僕もちょっと考えたんですよ。考えました、はい、僕はですね、ちょっと、はい、あのパネルがなくて悔しいんですけど、こうなんですよ、はいはい、今村賞金王国に侵入、はい、あ、うまいですね、そういうことですよね、はい、はい、というわけで明日はいよいよ決定戦です、今日はこの辺でお別れです。どうもありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。